令和元年台風第28号は2019年11月に発生しフィリピンに上陸した台風である。新路図11月24日頃にマーシャル諸島近海で形成が始まった低圧部が同日21時に熱帯低気圧に発達した。合同台風警報センターは25日18時熱帯低気圧形成警報を発し26日6時に 熱帯低気圧番号 29W を割り当てた。29W は同日9時にマリアナ諸島付近で台風28号となりアジア名カンムリと命名された。命名国は日本でカンムリ座に由来する。28号は発達しながらゆっくりと西に進み、監視エリア内への侵入が確認された30日6時、フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名。 ティソイと名付けた。台風は当初、カテゴリー1の勢力を保っていたが、12月3日の午前3時ごろ、カテゴリー4の非常に強い勢力で、フィリピンのルソン島に上陸。上陸後の最大風速は、約秒遅49メートル、最大瞬間風速は、約秒遅67メートルであった。台風の上陸に伴って、ルソン島南部では1日200ミリメートルを超える、 大雨に見舞われたほか、予防措置として、マニラの二の焼きの国際空港が閉鎖された。その後、6日0時に南シナ海で28号は、熱帯低気圧に変わり、同日15時には消滅した。11月30日、この台風における、雲長温度がマイナス摂氏109.4度になっていたことが、衛星画像の解析でわかり、観測史上最も、 冷たい台風となった。またこの台風は11月に入ってから6個目に発生した台風であり、11月に6個の台風が発生するのは1991年以来28年ぶりで、1951年の統計開始以降の最多台となった。この台風により、ルソン島を中心にフィリピンで合計13人が死亡したほか、 約6万6千人が避難を余儀なくされた。現地では強風により倒木や家屋の損壊、洪水による浸水などの被害が発生。二の屋機の国際空港の閉鎖時間は異例の12時間に達した。台風の影響で135校の学校が被害を受け、約1200棟の家屋が倒壊したほか、最大の被災地域の作物被害は、 約17億円に上ると推定される。ありがとうございます。